旧憲政やり尽くした人だ、盆栽をやり尽くした人、だからもう旦那以上の旦那になってたんだ、あそこの旧憲で、まあね、満たしてしかね分かんないですよ、旧憲のあの遊びはな。まあ、たまたまあそこに建物は残ってるけど、あれは旧憲さんが30代か40代ぐらいに作ったものですよ、まさに遊び心の凝縮されたもんですよ。本当だ、ね、材料の買い方が ね、素晴らしい建物。そう今来る時見てきたけど、そうそう、やり尽くしたんだから、盆栽でも何でも。最終的に盆栽の手入れなんかしないですよ。なんでしなかったか分かる？次の内科に興味を。そうじゃない、盆栽はあるがままの自然の美しさがそこへ存在する、人が手をかけたら自然じゃない、だから水掛け一つで生かしとく、すごいこと考えたんだよ、俺それは後に知るんだけどね、そしてその代わり水掛け一つで生きるか死ぬかのその刹那を生かしとくんだから、目が伸びちゃっちゃダメなんだから、しかし死んじゃっちゃダメなんだ、それは水掛け一つなんだよ。そんな水掛けできる人いると思う？できないです。俺たちにやれしたらもう3日で、ギブアップしちゃうよ。旧憲さんはそれやったのよ。だから旧憲さんの盆栽を理解する人は我々の周りに誰もいなかった。でもそういうすごい人だということを理解していた人は大勢いた。我々にはその程遠いことだったか分かんない。この年になって初めてそれがね、まともに聞けるようになった。だから旧憲さんのハセミラートなんかないよね。全部自然の成長が全て、芽が伸びていくやつを今この芽が伸びていく、水やんなかったらしおれちゃうでしょ、そのしおれるかしおれないかのその刹那を生かすのよ、ギリギリにならないと水やらなかった。そういうことだから、ずーっと見てないけどもいい瞬間、それは見てられたってことで、まあ見る人がいたか、でも旧憲さんちは出かけなかったね。最終的にそんなことを楽しんでたか、自分のやっぱり盆栽の究極の美をそこで彼、旧憲さんは求めたか、ってことですよ、作為を加えないってことだよね。そう、あの人は無作為なんだね、やっぱり、自然、盆栽は自然のものだと、でも手を加えなかったら現状維持の姿はできないでしょ。できないよね、要するに目は伸びるし育つし、腕も太るんだから、それを全部抑えて、大木になる力を凝縮して、水かけ一つでそれ調整しちゃってんだから、まあ、不可能を可能にしたような話だよ。大変なことだよな。それを旧憲さんちは最後にやった。きっと枯らしたと思う。枯らしたよね。だから我々が知る限りでは五葉松、黒松、錦松、蝦夷の石付き、臓器はほんの一部しか種類はなかったよな、だから太らないもんで、ほらあのなんだなんとかこう実は紅葉のいい臓器があるじゃない、細いのひょうひょうとしたイワシで、イワシで、違うアメリカですか、違う日本のもので、平地にあるヤブこうなんとかってヤブ格子、格子ヤブ格子、ヤブよく飾りをよく、そういうもんでひょうひょうとした紅葉のいいやつだよ。どうも、あれ旧憲さんがね、究極のものを作ったのよ。それこそ本当に芽が伸びるやつを伸ばさないで、カチカチにその作ったわけ、これ見事なもんだった、あれあれはそれ持つとみんなね、枯らしちゃうし伸ばしちゃうし、ハサミ入れたんじゃその味出ないしという、そういうもんだったけどね。でも今でもその種類は作りますよ。だからそういうことをやっぱりどっかで我々はやっぱり頭に置きながら何かに挑むんですよ。だからそういうことをやっぱり旧憲さんとしてやり尽くしたってこと。
な。しかしやり尽くした人の芸を分かる人はどういう人？そうじゃないでしょうよ。好き者だってやり尽くすんだから、みんな。その上行ってんだから。誰も理解できなかったってことで終わってんだよ、だから。だから9回を評価する人いないじゃない。確かに分かんない。ね、いや、要するに、皇居の天皇のものや、ね、吉田茂の盆栽をね、手入れした立派な人だとは言うけど、技術的に究極の技を極めたなんて人は誰もいないよ、九軒さんに。究極の技ってのはそこにあったってことも、我々だってこの年になって初めてそれを実感するわけ、うんうん、私は九軒さんに、まあ、20代後半ぐらいに、まあ、お世話になって、まあ、いろんな指導を受けて、私は尊敬し、その頃から尊敬した人だったから、しかし尊敬する人も一つも理解できなかった、何もかも、うん、うん、未だにそれ理解できてないと思うよ、いろんな意味で、うんうん、しかしやり尽くした人の凄さってのは分かった、うん、だから盆栽界にはそういう人が、まあ、そうはいなかった、うん、それの、まあ、近いところにいたのは高木礼二ですよ。だから私も俊賢さんも高木さんすら理解できなかったってことですよ。その先にいるんだから、九階ってのはさ、うん、だから私が最終的に、まあ、盆栽界で尊敬できる人というと九階さんと高木礼二に絞られちゃうっていうのはそういうことを言うよね、うん、だからそこにね、あなたが言う盆栽の何たるかがあるってこと。